はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、いつもの動画と違ってコラボ動画となっております。もちろんね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、自己紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。はい、そば料理研究家ディーンボーカル池森修一です。よろしくお願いします。お願いします。その方が分かりやすいから。いや、本当今回はですね、僕が以前ちょっと動画で撮影をさせていただきました、はい、堺にございますさとみやんさんという蕎麦屋さんがありまして、はい、そこを知ったきっかけが、池森さんが、マツコの知らない世界というテレビ番組の方で、蕎麦の神だと、称されていて、それがもう気になりすぎて行ったんですよ。で、その動画を見てくださったのをきっかけに、今回お声掛けをいただきまして、池森さんはその蕎麦研究家という名前がある通り、いろんなお蕎麦のアレンジを作っておられまして、今回のね、ちょっと4品この、ね、目の前にとんでもない量なんですけど、作っていただきました。ありがとうございます。今本当に蕎麦を作って、美味しいって言われるのにね、喜びを感じてるんです。もう本当に研究家を超えて飲食店さんなんですよね。すでにそう、音楽も一緒だなと思って、コンサートやってお客さんみんなわーって喜んでくれたり、感動したり、涙してくれたりするじゃないですか。でも本当作ってるその表情が楽しそうで楽しそうで、ずっとニコニコされてたんで。いや、どうなるか、ラスカさんの口に合うか。じゃあちょっと早速ね、お蕎麦なんで伸びちゃうといけないので、ちょっと食べちゃっても大丈夫ですか。もちろんです。ありがとうございます。すみません、ちょっと会話の途中ではございますが、とんでもない。早速すみません。いただきます。ぜひお願いします。ありがとうございます。まずね、一品目、あったかいお蕎麦、これ一品だけなので、先に作っていただいた沖縄蕎麦ですよね。めちゃめちゃうまそうじゃないですか、これ。ラフテー、これラフテーなんかもう本当にものの10分20分30分ぐらいでしたよね。下茹での時間がいなかったからなんですけど、本当に下茹で以外の調理で言ったら本当に10分かかんなかったですね。そうね、そうね。ちょっとラスカ、つゆ飲んでみます。あれ、これ本当シンプルなつゆでしたよね。いただきます。沖縄そばだ。沖縄そばだ。え、あ、沖縄そばだ。どこの家庭でもあるカツオだし、本だし。確かに、沖縄ってそのスープがもともとカツオがメインじゃないですか。そうそう。すごいっすよマジで。これちょっとお蕎麦いかしていただいていいですか。もちろんです。お蕎麦も今日ご用意いただいた中で一番太めの感じですよね。そうですね。これとこれ、池森ブランドの二八の極みってブランドなんですけど、これはね、二八の極みをベースの新蕎麦っす。あ、じゃあ今年の今年のです。はい、これは新蕎麦。ちょっといただきます。うまい。これ来たよ、静かなうまいが来たよ。もともと沖縄蕎麦ってその中華麺風というか、お蕎麦にすると全然違いますね。食感とかも良くて、これ乾麺なんですよね。乾麺なんですよ。生麺ぐらいコシがしっかりあって、香りもありますし。おー、目の前で見たぞ。箸で入る量も、すごいね。すみません、ちょっとこれラフテーもいいです。ラフテー食べながらぜひラスカさんで麺いってください。うまい。やった。でも僕正直そういうその現地のその乾麺を使ったような沖縄そばよりもこっちの方が好きかもしれないですね。現地はやっぱり現地行くからね。また沖縄のあったかい空気とね、良きタイミングでラスカさん、あ、これがこれグースがね、沖縄といえばの、これ結構辛いですよね。これ辛いですかね。事故にならない程度でちょっと軽めに軽めにいってください。完全沖縄ですね。あ、これですね。これですね。沖縄来ましたね。うまい。はや。すごいね。すごい。あとほらね、ラスカルさんってもう食べ方が綺麗ってね、みんな。本当ありがたいんですけどね。うん、うま。麺ちょっと最後なんで、はい、実はね、池森幸せの出汁っていうの。作りまして、はい、これさっき言ったカツオ種なんですけど、はい、これ何でもいいんです。ラスカさん自分でラーメン作るじゃないですか、はい、味変でちょっとこれ振ってみてください。だし粉ってことですよね、はい、これめっちゃうまいのできちゃったんです。だしですよね、はい、ちょっとそこら辺を味変でまた。あ、全然違うな。全然違いますねこれ。なんか料亭ちょっと料亭っぽくなるでしょ。深みがぐっと出ますね。うまっ。こうするとこう何段階もなんか飽きずに最後まで食べられるかなと思って。
でもチャーハンとかも書いてありますけど、本当にあのいい塩味系っていうんですかね、はいはい、あっち系のチャーハンとめちゃめちゃ合いそうですね、うんうん、永遠ループだし、うん、うまっ。もう 200g があっという間です。うん、いや本当これ入れてそのそばの香りつってものすごい今上品なんですよものすごい美味しいですよね、うん、これが、うん、よかった。次行かないと言ったら尺ですね、尺もありますんでじゃあ次移りましょう。そしたらこちら2品目がジェノベーゼのお蕎麦ということで、見たことあります皆さん、ジェノバですよまあ普通ね、ジェノバで使うのが、バジルとかだと思うんですけど、はい、これは大葉を使って作ったジェノバソースになりまして、食ったことないですね。マジですか、はい、じゃあちょっと食べるときにあのオリーブオイルすいません。あ、食前に最後にオリーブオイルを一振り。いいですね、どうぞ。ありがとうございます、はい、うん、違和感全然ないですね、うん、違和感が全くない。でむしろやっぱバジルよりもその酸味というか爽やかな香りがあるので、うん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 、これお蕎麦こっちの方が絶対合いますね、うん、普通のバジルよりも爽やかっすよね、あの大葉のジェノは、うん、うまっレモンいいですか、まあ、ぜひ絞ってください。すごい、ほんと入っていく感じとかも、うちのスタッフがもうほんとに綺麗綺麗って洋風の香りはするんですけど、うん、しっかりとどことなくその和食感というか、うんうん、お蕎麦感って残ってて、うんうん、これ不思議ですね。これあれです、ロスカさん、さらしな蕎麦っす。これがさらしな蕎麦、はい、あ、うーん、うーん、チーズ忘れて美味しくぜひパルメザン、あ、ちょっと味変で、うん、乾麺のそばにチーズかけるってね。いや、多分乾麺作ってる人ひっくり返ってるもんね。いや、えってなってますよねそんなことで作ってないんだけどみたいなあ、うん、うん、うん、うまっ。いや、これいいですね、うんうん、レモンもね、あの全然もっとたくさん例えば用意しておいてガンガン絞ってでも全然ありです。そうですね、はい、逆にバジルでこんだけレモン絞ると喧嘩しがちだと思うんですよね。でも大葉のこの爽やかな酸味があるからこそ、うんうんうん、レモンいくら絞っても全然喧嘩しないですね、うんうん、なるほど、うん、うん、一瞬ですね一瞬ですね一瞬ですねもう長尺です。いや、うまー、もう秒で2品が、2品目もめちゃめちゃ美味しかったです、うん、じゃあそしたら早速3品目ですね、うん、はい、こちらが革命つけそば、はい、これめちゃめちゃうまそうな香り、うん、早速ちょっといただいちゃっていいですか。もちろんです、うん、先にお蕎麦だけいかしていただいて。あ、もちろんです、もちろんです、もちろんです。さっきまではちょっともう味付いてるやつだったので、はい、シコシコした食感っていうんですかね、はい、歯切れの良さがすごいですね、うんうん、こんなに歯切れいいんですけどちぎれないんですね、うん、うまっ。フラッグシップですね、池森ブランドの中で一番、まあ、うん、メジャーというか旅立ってる、はい、ニアチの極みっていう、不思議となんかごまっぽいような香ばしい香りっていうんですかね、お蕎麦独特の、うんうんうん、あんな感じの香りもあって、うんうんうん、これそのまんまでも全然いけますね。マジっすか、すごいすごいね、うん、いい香りするんだよな。いただきます。なんだこれめちゃめちゃうまいよっしゃー、ベーコンみたいな香りがするんですよね。でもどっかにも動物入れてないでしょ。入ってないんです。作ってる過程見てるから。香りは本当に香ばしいベーコンのような香りがあって、うんうんうん、でその奥にこの魚介の美味しいカツオの香りがあって、うんうんうん、なんですかこれは。だからね、これね、なんでかわかんないけど動物が入ってるようなフレーズになっちゃった。絶対ベーコンいるような香りするんですよね、うんうん、うまっ。あの魚粉もすごい絡んでくるでしょ、かつお節。いやー、これはいくらでも受けちゃいますねうまっ。お店は
いつオープンですか。本当に食べに行きたい。本当やったで最後ねこれ食べれるじゃないですか。ここにそのそば粉の配合が多いので、はい、結構ドロドロなそば湯ができちゃうんです。はいはいはい。そば湯をね割って最後ねわちょっと締めてもらいたいんで。うん、いや、おいしい。じゃあここに割りってことですね。置いてください。はい、お願いします。ちょっとラスカさんの好みもあるんで、ちょっと一遍これで混ぜて、はい、ちょっと味の濃さをチェックしてみてください。もうちょっと、いいですか？そうです。大ですか？そば湯割ってあったかくなった時に、あめっちゃ来ません、はいはいはい、これまた増しますね。ラーメンじゃねえよなっていう。うん、どこにも動物系入ってないの。あめちゃめちゃうまい。ちょっとこれが、ちょっと追加してみてください。あ。一気に様変わりしますね、香りが。ああ、うまい、うん。いいですね。なんか言葉が出なくなってきちゃったんですけど、だんだんと。ああ、これ、本当に美味しい時ってそうだもんね。なんでなんですかね。なんでラスカさん、これ、豆腐系が出てきちゃうんだろう。全然。入ってないのに。入ってないですもんね。わかんないんですよね。だってラーメンだって相当食べてきてるでしょ。はい。なんでなんでしょう。革命としか言いようがないというか。うん、いや、うまかった。すっげえ綺麗、もうめっちゃ綺麗、ついもこれめちゃめちゃうまかったです。よっしゃじゃあそしたらこちらが最後の最後、はい、一品ということでベーシックなつけそばですよね、はい、これはじゃあおそばがさっきいただいた2種類と、うん、これつゆが甘口と辛口に分かれてる形なんですね。こっちが辛口です。はい、で向こうが甘口なんですけど、はい、で辛口は当然わさび。甘口って食べると最初は甘って思ってたんですけど、俺も九州の方行って食べた時に、はい、めっちゃ癖になりますどん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 で甘口のつゆにその柚子胡椒入れるわさびなくて、あでそばは2種盛りってあの、はい、ラスカーさんのオーダーだったんで、はい、こっちは香りの外液っつって、はい、10割なんですけど、はい、1割小麦を足すっす。あ、はいはい、1級とはまた違う、はい、でこっちはあのジェノベで使ったサラシナ、はい、ニアチのサラシナです。この2種はねすごく食べ比べには面白いと思います。あ、じゃあいただきます、サラシナから。それおチョコに入るレベルですからね。大丈夫そうですかね。大丈夫そうですね。うん。またつゆもなんていうんですかね、そのミニン臭さ、うんうん、あとは料理酒臭さっていうのがなくて、うん、すごく辛口なんですけどすっきりとしてるので、うんうんうん、本当にこういうさらしなのようなこの優しいお蕎麦にはすごく合いますね。うんうん、うまい。最後にベーシックな盛りそばを食べるっていう。こっちもいいですか。うん、うんうん、これ香りが全然違いますね、うんうんうん、これが2種の楽しみ方ですよね。香ばしさこっちの方がすごいですね、うんうん、甘口いかせていただいて大丈夫ですか。ぜひぜひ。じゃこれも全部いかせていただいて、うん、はい、嬉しいね、山毛。まあ、うまい。あと普通のこの麺つゆのそのみりんの甘みっていうんですかね、うんうん、それとまた違った、うん、優しい甘みなんで、うん、これいいですね、うん、すごく合うでしょ。あ、ものすごく合います、うんうん、柚子胡椒がいい仕事しますね、うん、今話してるとこう鼻に抜ける香りが、うん、あ、どっちも合うよな。なんか近そうで遠い、なんか面白いでしょ、同じつゆ、甘口と辛口だけで調味料使えるなのに全く別物になりますね。うん、甘口と辛口をラスカにもうミックスしてもらいたいです。あ、ブレンド、ブレンド、最後はこれでまたあのフィーバーしますから。いいね、いいリアクション。
お互いの良さが消えてなくて、うんうんうん、辛口のすっきり感も残ってるんですけど、うんうん、甘口のまろやかさが加わって、うん、なんか不思議ですね、うんうん、後輩後の乾麺どうですか、夏香さん、うん、今までお蕎麦で味わったことないこの歯切れの良さとか、うんうんうん、弾力っていう部分が本当に新体験ですね、うんうん、今までの思ってたお蕎麦の食感ではないので、うんうんうん、どっちかって言ったらムニっていうか、はい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 、ああいう感覚だったんですけど、ちゃんとシコシコしてて、うんうんうん、パツッと歯切れの良くて、うんうん、お蕎麦ってこんなんなんだって今改めて思ってますね、うんうん、これも最後はやっぱり蕎麦つゆで締めてもらいたいです。もう最後なんかもう全然混ざっててもね美味しいです。ちょっとこれそのまま行かせてもらっても大丈夫、あのもったいないので白と黒がもう混ざっちゃうのもがねまたうまいんすよ、うん、あの合い盛りもでも混ぜても美味しいですね、うんうん、あ、うん、今日の収録幸せですね本当に。そば言ってもいいですか。お願いします。コさん平気ですか。コさんもバッチリ大丈夫です。ここにですね、まあもちろんまたこれも入れてもらいたいんですけど、はい、その後にこの分け徳山野崎さんっていうミシュラン撮ってる、はい、すごい素晴らしいレジェンドの料理人がいるんですけど、はい、野崎さんがプロデュースしてる七味じゃなくて透明なんです。10個の辛味入った薬味なんですけど、はいはい、これちょっと最後まで一振りこれ入れるさ、はい、これもですね、これそれも、はい、多分幸せホルモンが出ると思います。あ、これで完成ですね。完成しますよね。そばってそんなにお腹いっぱいになる食べ物じゃないんで、最後そばで締めるとこう満足感が得られる。ほっとしますね。でも4食目だからね。すごいです。ごちそうさまでした。終始革命でした。本当にせっかくのエンディングなのにいろいろ紹介したいですけど、うん、全然言葉が出てこなくて今。いや嬉しいです。それはね多分ね視聴者の皆さん伝わってますよね。美味しいのはもちろんなんですけど、驚きもありますし、うんうん、かつこんだけ驚けるのに全てがお手軽っていう、うんうんうん、いや本当に今主婦の方なんかはすごく試しやすいレシピがたくさんあったので、うんうん、ぜひ試してほしいですし、はい、じゃあの概要欄に記載してあります、うん、池森さんのチャンネルの方には、うんうん、今日いただいたメニュー以外のアレンジレシピなんかもたくさんございますので、ぜひねそちらもご覧いただければと思うんですけども、もう今食べて今僕はもう完全にファンになってしまったので、うん、この味に、うん、食べるプロを巻き込んだ。いやもう本当にぜひ皆さんもその今回コラボしたからといって今回だけではなくて、うん、ちょっと今後もこの池森さんの新レシピをね随時見てください、うんうん、で参考にしてください。確実に美味しいものしかできないと思いますので。やった、出張でそば作り行ったりもしますから、よかったら声かけてください。出張そばいいですね。いいですね。いいでしょ。ペペロンチーノとかね。あ、すっごい、うわ食べたい。ちょっと今後もね、まあ、今回はこういった食堂という形でコラボさせていただきましたが、はい、それ以外の形でもね、うん、もしかしたらまたコラボあるかもしれませんので、出張料理人として柴さんみたいに今後ともよろしくお願いします。します、はい、改めまして、池森さんのチャンネルの方は概要欄の方に記載ございますので、そちらをぜひご覧ください。ありがとうございます、はい、今日は改めてごちそうさまでした。とんでもないです。いや、またよろしくお願いします。お願いします。